Ой, почти.配送やな。うん。でも民宿とかだ。並んどや。民宿をしてはったんや。うん。民宿っぽいよね。あれ何？あれがおみこしみたいな。あ、おみこしだね。作りかけなんじゃ。みたいやな。十個。かわいい。すっごいかわいい。変わった形やね。うん。あ、行き道にあの形あったよね。便器ボロボロ書いてるやつ。うん。あ、この形見てめっちゃかわいいねんけど、これなんやろ。なんか運んでたやつ。すごいな、手書きやな。あれ窓じゃない。でも分かんない、窓っぽく見える。空気のあれやろな、換気用だろうな。分かってるかな、うん、どうした、車来てんのか。この鐘見て、この鐘かわいいな。わあ、なんか授業とかしらせるやつ。クモの巣がめっちゃカメラ。ああ、授業開始とか終了とかコンコンみたいな。放送とかなかったっけ。まあそうかもしれへんね。傷んでるかなと思ったけど、意外と綺麗に残ってるの。古いな。ほんまやな。あ、そっち応接みたいになってるね。ケースとかにもありそうな、うん、野球？野球ね、村上さん。名前もちょっと。何、どういう使い方してたん。あ、結構ほら子供の椅子がある。これ普通の教室ですよ。使ってたんかな、うん、うわー、すっごい長い虫おる。あ、でもこれ大丈夫した。あ、大丈夫そう。割としっかりしてる。割としっかりしてる。暖炉やな。ストーブじゃないこれ、薪ストーブ。寒いとこやからな。あ、そこら辺下すげえ斜めだって。そやな、ちょっとすっごい斜めやな。え、今ジョンみたいな声した。あ、え、何これさ、あれじゃない、美術が綺麗。うん、それ美術じゃなくて誰かアトリエとして使ってたんじゃない。これ冬場こもったりして。え、じゃあなんかあかんのかな。画家さんが今も使ってないの。あ、これがもう無理。あ、なんか崩れ方半端ないな。ピアノもそれ崩れたのか。ピアノ重たいやろな、うん、そりゃこうなりますよ。ピアノが斜めになってる。えらいこと。これどう、床抜けたんやな。窓開いてるしな。使われなくなってすごい立つんやろな。もう向こう側行けないよね。無理だね。向こう側ってあっち、うん、まあ、行くこともないんちゃう。わわ、揺れてる、揺れてる。わあ、すごい、すごいことになってる。ピアノってこうなるんやな、最後。え、あ、じゃあびっくりした。時計合ってるやん思って。合ってない、合ってない、合ってません、全然合ってませんやん。天井見て、すっごいなんていうの、綺麗に見えるけど波打ってる。
こっちと天井全然ちゃうねんな。くれてきたな。あの山道帰ること考えたら怖いな。すごい見て、めっちゃ可愛いな。すごいな、散乱してんな結構。水道の子で見て、木屋でした。あの水が出てくる湧くな。これバーベキューやっとったんかな、これな。なんかバーベキューにこだわってる。普通にご飯炊いとったんちゃう。ほかながらってか。ほかながら。あ、すごいなこれ。うん、給食作ってたよ、多分これな。え、これほんまにガス繋がってたのかね。昔はな。あ、プロパンか。すごい大きい。なんかこのフライパンがいい感じ。小さくて可愛かったな。